練習の合間にいつも見ていたものがある。ソチオリンピックの金メダル。とにかくいつでもソチのことを思ってたいなっていうのと、どうしても海外に来るとやっぱり辛くなることもたくさんあるし、やっぱり練習したくないなって思うことも結構あるんですけど、ちゃんと思い出させるきっかけみたいなものとして今こうやってますね。